40代50代のエイジングモーにおすすめの市販のシャンプー教えます。チキチキこんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。40代50代と年齢を重ねるとともに髪や頭皮の状態が変わってケアが大変。年齢を重ねると髪内部の栄養分、水分、油分のバランスが崩れるのでうねりやすくなってしまったり、またタンパク質も減少してしまい、カラーやパーマのダメージも受けやすくなって毛先がパサつきやすくなってしまいます。そんなエイジング毛に市販のおすすめのシャンプーを紹介していくので40代50代の方必見です。まずは40代50代の方がシャンプーを選ぶポイントについてお話ししていきます。ポイントは全部で3つあります。1つ目は洗浄力の優しいシャンプーを選ぶです。シャンプーを選ぶときはアミノ酸系だったりベタイン系の洗浄成分が配合されたシャンプーだと頭皮に負担をかけにくく、余分に必要な頭皮の皮脂を洗い流さなくて済むのでおすすめです。シャンプーボトルの裏面には洗浄成分が記載されています。成分表示は多く入ってる順に記載されているので、水の次にココイルなんちゃらかんちゃらとかラウロイルなんちゃらかんちゃらといった成分が記載されているシャンプーがアミノ酸系のシャンプーです。アミノ酸系の洗浄成分には髪に溶け込みやすいという性質があります。油を表面に浮かして落とすため洗浄力は高くはないんですが、余分な油だけを洗い流せるので40代の乾燥しやすい頭皮に適しています。またホニャララベタインやラウロイルヒドロキシスルタイン、ココアンホ酢酸ナトリウムといった成分が記載されていればベタイン系のシャンプーです。ベタイン系の洗浄成分はお野菜のビートという植物由来のアミノ酸成分なので、アミノ酸系シャンプーと同じように洗浄力はマイルドです。なので特に頭皮の乾燥が気になる方や、痒みなどでかいてしまって頭皮が敏感になっている敏感肌の方が多い40代50代の方におすすめです。皆さんもお家で使ってるシャンプーにどんな成分が入っているかチェックしてみてください。次に2つ目がケラチンが入っているものを選ぶです。髪の毛は主にタンパク質からできているということはこのチャンネルでも結構お伝えしているんですが、タンパク質の一種であるケラチンは毛髪や皮膚、他にも爪の健康を維持するのに必要な成分です。ですが年齢とともにこのケラチンの量が減ってきて髪の毛がパサつきやすくなってしまったり、癖やうねりが出る髪の毛になってしまうっていうのは40代50代の方にとっては結構あるあるなんじゃないですかね。なのでシャンプーでケラチンを補給してあげることによって髪の毛にハリやコシを出したりボリュームを出したり、悩みの多いくせ毛を緩和させるといったことが可能なんですね。またケラチンは弾力性があり水分保持の役割もあるので、切れ毛や枝毛といった髪の毛のダメージにも効果的です。なのでシャンプーはケラチンが入っているものを選びましょう。次に3つ目がオイルが入りすぎていないものを選ぶです。シャンプーにはオイルインシャンプーといって油分の多いシャンプーがあります。オイルインシャンプーは頭皮の汚れを油分で浮かせて綺麗に洗い上げることができるというメリットもあるんですが、油分で髪の毛をコーティングしてしまい髪の毛の内部に栄養分を浸透させにくいといったデメリットもあります。また40代から50代の方の多くの悩みである髪の毛にボリュームが出ない、頭皮がベタつくといった方もオイルが多く含まれているシャンプーは不向きなので、あまりシャンプーにオイルが配合されていないものを選ぶといいかなと思います。油分が少ないと髪の毛がパサつかないか心配という方も多いと思うんですが、あくまでもシャンプーは洗ったら洗い流すものなので髪の毛の保湿だったりコーティングというところはお風呂を出てからヘアミルクやヘアオイルで行ってあげるといいかなと思います。はい、以上が40代50代の方のシャンプーの選び方のポイントでした。で、次はこのシャンプー選びのポイントをクリアした商品を実際に市販で売っているものから3つ選んできました。なのでここからは40代50代の方におすすめのシャンプーを3選紹介します。シャンプー1つ目はこちら、ボタニストプレミアムラインシルキーモイストです。参考価格は3300円です。こちらのシャンプーはココイルメチルタウリンナトリウムを主成分としたアミノ酸系シャンプーで、優しい洗浄力で加水分解ケラチンが配合されているので髪の毛の張りやコシがアップする効果もあります。またこちらのシャンプーは軟毛タイプ、硬毛タイプの商品のどちらも展開されているのでご自身の髪質に合わせて購入できるのもおすすめポイントです。次に2つ目はこちら、クイーンズバスルームシャンプーです。参考価格は3850円となっています。
こちらのシャンプーはココイル加水分解ケラチンという髪の毛を補修してくれるケラチン由来の成分が洗浄成分の元となっていて、優しく頭皮や髪を洗浄してくれながら髪の毛から抜けたケラチンを補修してくれるというとっても優秀なシャンプーです。また保湿成分にオイルを中心として使うことなく、自然由来の植物成分を配合し髪のまとまり感を出してくれるので、指通りのいい髪の毛に仕上げてくれます。次に3つ目のシャンプーがラスティークディープセラムシャンプーリペアです。参考価格は3680円となります。このシャンプーは加水分解ケラチンとコラーゲンを中心とした成分が傷んだ髪を補修してくれ、パサついた毛先もまとまりのある髪の毛に再生してくれます。白髪染めなどでカラーをしている傷みがちな髪の毛もしっとりとツヤのある髪に仕上げてくれるシャンプーなので、ぜひ試してみていただきたいです。はい、いかがでしたか。今日のポイントをまとめると、40代50代の方がシャンプーを選ぶ時のポイントは、1、洗浄力の優しいシャンプーを選ぶ。2、ケラチンが入っているものを選ぶ。3、オイルが入りすぎていないものを選ぶ。今日紹介したシャンプー以外にもケラチンが配合されているものや洗浄力が優しいシャンプーはたくさんあるので、担当の美容師さんなどに相談してシャンプーを選ぶっていうのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん参考にしてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントもお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。